本日はご参加ありがとうございました。議論の半分くらいは、やっぱり我々この RDM に関する取り組みをどう進めればいいのかというモデルを、持ち合わせていない、逆に言うと、持ち合わせている人たちにこうやってお話を聞きながらやらないとなかなかうまくいかないかなということを感じております。で、2つのお話を中心にしてきたわけですが、一つは何かというと、やっぱりその人材育成という意味では、RDM って新しい業務なので、我々何をすればいいかわからない。逆に言うとどんな業務があるかもわからないので、スキル表みたいなものを見取り図に使っていただきたいということです。可能であれば、教材などと対照しながらですね、どういう業務があるんだろうというところを、確認する、もしくは、育てていく、というようなことをしたいということで。もう一つは、もうまさに議論になっているところで、組織作りですね。学内的に誰が何をするのか、何をしなきゃいけない業務がありそうなのかの目処をつけるためにも、こういったスキル表を使える。逆に言うと、将来的にはそういった組織作りというのが間違いなく待ち構えている中で、今後ともそういった活用をしていきたい。で、最後に、やはり、皆さんとこういった形で、ちょっとオンラインでですね、なかなかこう、リアルなコミュニケーション取りづらいんですが、できれば、皆さんのところでどういうところで困ってますかというようなフィードバックを我々としてもいただきたいし、これはスキル表のフィードバックとしてもいただきたいし、スキル表にとどまらずですね、我々自身が RDM の支援ということを考えたときに、研究をうまくやっていくために、RDM の管理というのがどうなっていくだろうかということの実践の具体的なそのやり取りですね、こういったコミュニティ作りをやっぱり今後とも続けていかなきゃいけないし、これは単にこの作業部会だけのお話ではなくて、おそらく JP コアであるとか、アクシーズのような他に様々に取り組んでいるコミュニティと一緒に共同しながら、今後とも考えていければなというふうに考えておる次第です。ちょっと駆け足になりましたが、最後こういった形で、まとめのご挨拶とさせていただければと思います。ありがとうございます。